どうも山田です。動画撮影直前にですね、卵から生まれたウリムーが個体値100ですごく嬉しい私でございます。はい、ウリムーの100とかあれ持ってたかな、進化させちゃってるけど、はい、マンムーなんでね、普通に高個体値何体か欲しいですよね。はい、こいつはお前嬉しいぞ。はい、ということで本日からですね、ボールイベントでございます。はい、まあ、なんと言ったらいいんでしょうかね。今回は、どちらかというと、アイテムをいっぱいみんな取ろうねみたいな、あとは翡翠丸マインですよね、こいつが、作れますよといったイベントとなっております。つうことでですね、まあ、ビリリ玉をですね、翡翠ビリリ玉を丸マインですね、まずちょっと進化させてしまおうかと思います。レッツラゴーと。はい、これね、ポケモンレジェンズだとね、野生だと翡翠ビリリ玉、まあ、出てくるんですけど、丸マインね、あんまり野生で見る機会ないんですよね。はい、まあ、自分で進化させて図鑑登録って感じにしましたけどね。はい、来ましたー。はい、出ましたー。はい。これ、ビリリ玉と丸マインね、デザインちょっとね、見ていただきたいんですけど、丸マインはね、これ頭の上、まあ、ツルンってしてるんですけど、これビリリ玉はですね、これ頭の上にね、これ穴が開いてるんですよね。で、丸マインはですね、これ、下についてんすよね。こっち向きでやればいいか。はい。よいしょー。ほら、こんな感じで。だから、まあ、ビリリ玉と丸マインってね、ほら、色逆転してるじゃないですか。まあ、っていうのは皆さんもご存知だったと思うんですけども、これ、ビリリ玉から丸マインになる工程で、こう、ひっくり返ってるんですよね。つまりね、ひっくり返って顔の向きも逆になってっていうことが、やっぱ起きてるっていうのが、今回でこれ、わかりましたね。はい、ということで、とりあえず図鑑登録完了です。イエイ。ということでね、イベントとしては以上となります。いや、全然違います。ごめんなさい、嘘です、嘘です。はい、今回ですね、ゴーツアー準備ボールだらけイベントということで、この今日のまとめのところからですね、タスクで、ボールですよね、普通のモンスターボール、スーパーボール、ハイパーボール、この辺をじゃんじゃん回収できますので、今回はしっかりこれ進めてくださいみたいな感じのイベントとなっております。フレンドにギフトを送る、これ送っておこう。で、今回のイベントなんですけれども、まあ、イベントね、参加して、今日一日プレイして動画をね、ご覧いただいている方結構いらっしゃると思うんですけれども、どうです、なんか今回対象ポケモンさ、あんまいなくない？いや、まあ今回ね、ピックアップされてるポケモンが、そのボールっぽい丸っこいポケモンっていうのが結構ピックアップされますよっていうふうに事前に言われていて、まあいるんですよ、ちゃんといるんですけど、ニアバイにもね、いますし、YT もいるんですけども、思ってたほど多くないんですよね。普通の脇っぽいやつもいるし、あ、天気ブーストも結構反映されてるし、あれ、なんか意外と捕獲効率あんま良くないかもみたいな、そんな風に思われてる方、いるんじゃないでしょうか。つか、僕はちょっと今日それを感じています。まあ、なんかちょっとね、砂が欲しいって意味で玉毛だけをちょっと取りたかったりだとか、あとはまあそうですね、対象ポケモンたち、まあ、あんまりこう色違い狙えてないやつとかをね、取りたいなと思っていたんですけども、まあそれでちょっと残念かなと。ただまあ今回に関してはもうナイアンティックさん的にもですね、やはりまあそのゴーツアー譲渡ですよね、これに向けての事前準備なんでみたいな、そういったね、まあ意味合いが、あ、この感じだと濃かったんだなと、強かったんだなというようにね、個人的には思っております。はい、まあこの辺のポケモンたちがですね、まあ出現率一応上がってます。翡翠ビリリ玉ね、まあ見ますし、普通のビリリ玉、あとホエルコとかも今日見たかな、あ、ユニランもいたわ。うん、個人的にはね、ここの玉毛岳とかモロバレルですよね、うん、この辺のやつらがちょっと多めに出てきてくれたら、あー嬉しかったけどなっていう思いはあったんですけども、まあまあでもいないわけじゃないんでね、はい、撮っていこうと思います。はい、それではですね、今回の、このボール準備イベントの、まあ、メインと言っても過言ではない要素をご紹介しましょう。こちらです、ドン。はい、ボールガイセットでございます。これ僕ね、別個だと思ってた、なんか頭につけるやつと体別々だと思ってたんですけども、もう全部ですね、はい、体、ズボン、そして頭込み込みのセットが今回売られております。はい、ボールガイでーす。ということで、ちょっとこれポーズ変えよう。頭の上もちょっと外そう。完成しましたね、ソードシールドで、おっせこう、まあ皆様ね、はい、この状態でね、こう立っている、ジムの中でこれ立ってるね。頭こんな、こんな感じのポーズだったりする時もありますけども、はい、皆様見慣れたボールガイでございます。ポケモン世界の中で、ネタキャラと言ったら誰って言ったら、もうボールガイは上がるよね。トップクラスだと思うわ。ちょ、ま、お前、後ろこうなってたの？
あの口のところがさ、これ今回改めて見て気づいたけどさ、メッシュになってんのね。そこで見てんだね君ね。へえ、意外と芸が細かいんですね。それではですね、本日のこのね、スタートしたイベントの、タスクですよね、ちょっと見ていきましょうか。まあボール回収にやはり特化した、内容となっておりました。まずビリリダマ2匹捕まえるでモンスターボール3個、ナイススロー5回投げるでモンスターボール5個、グレートスロー3回でスーパーボール5個のエクセレントスロー、投げる、これ1回でいいってことですね。でハイパーボール3個となっております。あとカーブのナイススロー3回連続でパイルで、カーブグレートスロー4回連続で銀パイルということです。まあ銀パイルはね、入手機会少ないアイテムなんで、まあこれはねありがたいかなと。ただグレートスロー4回連続か、割とめんどくさいかもね。7の実とかうまいこと使って相手はあんまり動かないような感じにしてからなんかやる感じになるのかなと。でなんかその裏で、まあ裏でというか普通に発表された内容なんですけれども、ナイアンティックさんがですね、 GO バトルリーグについてのアナウンスっていうのを本日したんですけども、この内容がねちょっと驚きというか、それはなんかまあ必要なんならしょうがないかみたいな、そういった内容だったんですよね。GO バトルリーグの次のシーズンですよね。だから3月入ってからの、シーズンについての言及がされました。まあ今までもね、次のシーズンはこんな感じでやりますよとか、新ルールこういうのがありますよとか、なんかこういう形でやります、こんなバグを直しますみたいな、感じのことのアナウンスあったんですけれども、今回来たアナウンスがですね、まあ期間と、あともう一個すごい驚くべき、発表があったんですね。開催期間はとりあえず3月の2日から6月の2日までなんですが、なんとですね、次回のこのシーズン、レートがないということが発表されたんですね。ランクの上限は20でレートはなし。まあ、つまりですね、ランク上げていくために、その後半ですよね、その、ある程度その、ずっとランク上がってて20とか超えて、その後はそのレートがあって、そのレートがね、一定数到達すると次行けて、みたいなやつだったの。これがない。まあ、つまり本当ランクだけ、のみ、なんですよ。よく言えばランクのみなんで、まあ、もしかしたら普段よりもやる方が増えるかも、とは思うんですけども、レートがないってことはつまりですね、その要は GO バトルリーグで毎回レジェンド目指すよみたいな感じの方からすると、最後のその一番切磋琢磨するところですよね、ここがないってことになるんですよ。3ヶ月もしかもないわけですよね。やりがいがないっていう人もいると思うんですよね。まあこれに関してはただナイアンティックさんが今回ですね、これ不具合とかをちょっと直しますと、そういうのをこう根本的に要は修正していくためのどうやら期間にするっぽいんですよね。まあだからレートっていうところに関して、まあもしかしたらレートの計算とかもね今後変えていくのかもしれませんし、どこまでの範囲をね、ナイアンティックさんが直すのかわからないですけど、まあ超ざっくり言えば、ごめんなさい、GO バトルリーグの不具合が多いんで直します、直している間ちょっとそういうガチるためのコンテンツっていうのを止めます、ごめんなさいみたいなことなわけですよ、噛み砕いて言うとね。いやもうまともなそのバトルができないような不具合っていうのがいっぱい発生していて、で今までもそうだったじゃないですか。まあポケモン GO に関しては別に GO バトルリーグ以外も不具合ねめっちゃ多いけど、やっぱその実力がちゃんとね示されるような、しかもそのこうもうコアな方がやっていく、もうエンドコンテンツ一番こうなんか高めていくみたいな、そういうものなんで、まあ不具合に関してのストレスっていうのもやっぱりやってる方々からしたら一人一倍ですし、まあ修理する修正するっていうことはまあもちろんみんな喜ばしいと思ってるんですけど、いや長くない、あんま聞いたことない期間かなと思いました。なんかその対人戦があるタイプのゲームで今までその1年以上ねそれやられてやってきて、でそのいろんな不具合の、まあいろんなゲームにね不具合あるけれども、不具合修正のために3ヶ月止めますっていうのはあんま聞いたことない、類を見ない発表なんじゃないかなとちょっと思っちゃってます。はい。で、まあ、その次のシーズンについてね、他にも発表されていることがありまして、まずですね、この期間中はですね、以前開催されたスペシャルカップっていうのを、週ごとにローテーションしていきますよというふうに言われております。いろいろありましたよね。CP500 ルールとか、500ルールの中でも、タイプこいつらですよとか、結構その限定したね、いろんな、スペシャルカップありますので、こういうのを回していきますよということですね。まあ、これはちょっと面白そうですよね。なんか一回使ったこっきりで、それ以降なんかその起用する機会のなかったポケモンを使
変えるとか、そういったことになってくるんだね。で、Go バトルデイやリワードのテストを実施しますよというふうに言われていました。まあ今までのねリワード、まあその報酬ですよね。あとは Go バトルデイのそのまああの100試合1日できるやつですよね。はい、とかの要はその調整、例えば期間とか時間帯とか報酬は中身だとか、そういったものに関してちょっとあの変えていきますよ、テストしますよっていうことらしいです。そして通常シーズン開催時に行われる技の変更や使われる技のアップデート行われない。つまり新技とかは一応来ないようにしていますよということみたいです。まあ、だから、Go バトルリーグとしてはとりあえずこの3ヶ月間、レートもないし、新しいその PVP 向けの技の追加や技強化、弱体化、こういったものはないということですね。まあ、だから本当動かないですね。まあもちろんスペシャルカップがあるし、あのシーズン自体も開いてるんで、対戦はできるけどってことですよね。まあ、今回のこの発表を聞いて個人的に思うところは、まあ、不具合を直してもらえるんだったならば、最終的にこのシーズンが終わった後ですよね、6月入ってからかの新、さらに次のシーズンとかで不具合がめちゃくちゃこうなくなって超快適になってたらならば、最終的にまああの期間あったけどまあよかいいんじゃないのっていう風にね、ユーザーさんの意見は変わる可能性があるんですけども、これ裏を返すとですね、こんだけたっぷり修正とかテストの期間を設けた後に不具合がまだ出ちゃってたらやばいのよ。ふざけんなって多分なっちゃうと思うんで、だから、ナイアンティクさん、頑張ってください。もう、結構なリスクだと思うんで、これ、3ヶ月止めるって。終わった後、夏とかですよね、に、ユーザーさんが爆発しないようにしっかりと修正を、頑張ってください。はい、ということで、まあ、18日ですよね、スタートのイベント、および、発表内容は、まあ、以上となります。やっと来たよ、もう。ずっとタップしてたんだけど、やっと。はい、星の砂うまい玉毛だけさん出てきてくれましたと。なんかもっといっぱい出して。まあの玉毛だけね、こうピックアップされちゃうとね、いや他のも厳選したよって感じの方もいらっしゃると思うんで、あれなんですけれども、まあ事前に発表されていたポケモンたちですよね、の出現率ってのはまあもう気持ち高くてもいいんじゃないかなと。せめてあのビリリ玉か、もうちょっといっぱい出してあげてもいいんじゃないかなとか。正直。しかも今回のイベント終わった後ピックアップされにくそうだしね。はい。もっと出してあげてもいいんじゃないかななんて思いました。はい。ということで今回これで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私山田、Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。